日本の npo や ngo で働いている方をゲストに招いてお話を伺う。ngo 世界を見つめて、後半からは私鎌倉が進行を務めさせていただきます。k さん、また後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半もあの非常に詳細にあの様々な現地のプロジェクトについてお伺いしてきたんですけれども、後半も楽しみにしています。はい、なんと今回16回目。です はい。で今回は特定非営利活動法人ジムネット、日本イラク医療支援ネットワーク、海外事業担当長谷部貴俊さんをお迎えしております。前半ではジムネットのあの設立の経緯ですとか、あとイラクでの小児がん支援のお話を伺ってまいりました。で後半ではですね、ジムネットさんの事業の中でも難民支援に焦点を当ててお話を伺いたいと思いますし、またこの NGO 世界で見つめて のおなじみのですねどうやって長谷部さんがこのキャリアに就いたのかみたいなお話も伺いたいと思います長谷さんどうぞよろしくお願いしますあ、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますもよろしくお願いしますはいでは早速なんですけどもジムネットさんが行っている難民支援について後半で伺っていきたいと思いますの事業を行っている国ですとかあと開始した経緯などお話いただけますでしょうか はい、えー、こちらですね、えー、イラクとシリア、えー、2つの国なんですけども、えー、ジムネットがこの数年で、えー、支援してきたキャンプの数なんですね。非常に多いですよね。ちょっと一つ一つご紹介はできないんですけども、これだけの多くの難民キャンプで活動していますし、で実はジムネットが、えー、活動していないキャンプというのも さあ,ありますでまたあの、キャンプにも入れずにですね、普通の民家っていうんでしょうかね、そういったところとか、本当にあの建設中のお家に近いんじゃないかというところで、えー、生活している方も多いというのが、今、イラク、シリアの現状というふうになっています。この中からあの2つほどですね、えー、ピックアップしてお伝えできればというふうに思っていますので、よろしくお願いします。はいまずですね ケイ、えー、さんもいろいろ詳しいかと思うんですけども、えー、矢尻京都のお話をまずさせていただければと思います。前半でもですねお話ししました、えー、IS、本当にまあその、えー、攻撃で多くのシリア、イラクの方たちがですね、故郷を追われました。また、えー、矢尻京都もですね、えー、故郷を追われた人たちですで。矢尻京都の多くの方たちはですね、 イラクの北西部、えー、シリアの国境の近くに住んでるんですね。でまあ、こちらの方たちがですね、2014年に、えー、IS が攻撃しまして、で彼ら、彼女の故郷というのをもう本当にめちゃくちゃに破壊してしまったというのが現状です。 でえー、こちらですね、まあ、その当時、たスタッフたちが、その矢尻京都の方たちがです、ねえー、自分たちのふるさとのシンデラールを離れて、えー、近くの山に逃げている、えー、様子ですね、まあ、こういった状況が何年も続きました。 この時にですね、ジムネットは緊急支援としまして、まあ、安全な水という支援であったり、まあ、女性たちへの医薬品の支援、そういったさまざまなです、ね、緊急の支援を行っています。 で今現在、ですねじゃあシンジャールもどうなのかというところなんですが、まあ、一部の方たちは戻れてはいるんですけども、武装勢力がまだ多くの地域を占拠していたり、ですねまだ戻れないという状況が続いているんですねで。1年半前ぐらいなんですが、東、えー、北県の矢尻京都のキャンプにも私が行ってきました。そそのの時の写真なんでで、えー、ですすがうね本当に大きいキャンプで えと2つだけのキャンプ行ったんですが、もっともっとあるんだよと、ただ今、えー、今、ウクライナであったり、えー、違う地域での支援がすあの必要だからというところで、国連の支援というのは、すごく今、減ってきているというのが状況です。で、えー、こちらですね、えー、女性たちに対するその否認、子どもさんの数がですね、まあ 望む以上に増えてしまっているという現状がありまして、特に女性に対して、えー、避妊の薬であったり、えーあの、アドバイスというところを続けています。で実際、ちょっとあの写真の方ではです、ねえー、と映していないんですが、このあと、いくつかの家庭訪問もさせていただきました。まあ、ちょっと写真がねなかなか難しいというところ、あれだったんですが、本当にもうだ、特に男性はね、なんかね、ぼーっとしちゃってるんですよね。 もう何やることが何年もないから、もうつらいんだっていうことを言っていて、ただ、私、初めはずっと寝てたんですよね、子どもと一緒に。で、お母さんと、えー、一緒にやってる廊下の NGO と喋ってたんですけれど、30分後ぐらいからやっと起きだして、自分の、ね、かつての夢をすごく喋ってくれました。で、最後に言ったのは、日本から来てくれてうれしいって。 なんか自分たちのことをね話してほしいっていう、そういうことを言ってくれたんですよね。そこが非常にね印象的でした。はい、でもう一つのお話をしたいと思うんですが、えっとこちらですね、ケ、ま、イ、あ、さんも行ったことあるのかな、ダラシャクランキャンプといいまして、アルビルの郊外にあるシリア難民のキャンプです。先ほどのあのリームですね、うちのスタッフのリームも実はここに住んでたんですよね。で えー、彼女と何度もあのよく行ってるんですけども、いろいろなね、えー、日本の NGO、国連の支援もあったけど、初めの2、3年は本当に岩がゴツゴツしたお家っていうのが本当にキャンプみたいなところであのテ、テントだけでね、ずっと生活していたんだよということなんですが、今はもう一つの町みたいになっちゃってます。で、えー、やはりそのシリアにも戻れない。 でまたヨーロッパにも難民として行く方も多いんですけども、まあ、ヨーロッパの国ももう受け入れすぎちゃってその審査までに何年もかかるということを言っていました、はいえー、8年9年にもなるキャンプ生活の中で、えー、とキャンプっていうのはやっぱりその街から離れてるんですね。 ですので、街に行って買い物する交通費もないという方たちがいて、ごめんなさい、ちょっとこれ私が撮ったからわかりづらいんですけど、何の写真だと思います実はね、これあれなんですよウ、ウェディングドレスなんですよ。ですので、ウェディングドレスを買ったり、借りたりとかですね、えー、食べ物屋さんとか床屋さん、いろんなお店が並んでました。で キャンプに入れる方もいるんですけども、えー、それ以外の普通のお家に住んでる方、で、一つの県のアルビル県だけでもシリア難民の方が13万人、本当にあれですよね、私、福島なんですけどね、13万人って一つの、まね、市ですよね、それだけの方がもう住んでいるというところの状況があります。 これまで,です、ね、あの子どもたちの、えー、特別な粉ミルク、いろんな支援もしてきたんですが、えー、最近はです、ね、お母さんたちへの、女性たちへのです、ね、手工芸品の教室というのを週何回か行っています。まあ、数ヶ月ごとにです、ね、生徒さんも変わっていくんですが、こういったものをです、ね、日本で販売する収入目的というよりも、やっぱり集まれる場がないんですって。 あそうなんだっていうふうに私も聞いて驚,お驚いたんですけどもやっぱりその日常の悩み家庭の何て言うんでしょうこういった辛さがあるんだよねっていうことがなかなかこれまでしゃべれなかったんだけどそういった話の場になるんだよねっていうことであったりあとまあいろんな情報まあ,あのキャンプのいろんな支援があのなくなっていく中で結構ゴミを出すことも大変になってきてるんですって。 そういったところにいろんな情報共有がここでできているんですということを言っていました。えっ、ー、とこ,こちらあの本当にですねあの皆さん楽しそうにわきあいあいとまあ私も何度もあの教室お邪魔させていただいたんですけどもえー、やっている様子がすごく印象的でした。 ありがとうございます、あのーね、こう集まることでお互いの身の上話をしながらですね多分あの悩みをあのシェアしたりとかあのしてるかと思うんですけどもやはりあのこの思考芸品教室をやるに至ったちょっと経緯じゃないですけどもどうしてあの思考芸品教室をジメネットさんやろうと思ったんですかもうそういう場をつくになるかなと思ってやろうと思ったのか偶然そうなったのかっていうのがすごい気になりました。 そうですねまずやっぱり集まる場がないよねっていうところが大きかったですよね。であとまあ収入向上まではいかないんですけども本当になかなかその収入があの家族で持てないという中で、まあ、少しでも足しになるようなことが何かできないかというと,ところがきっかけだったんですけども、まあ、あの我々が想像していた以上に集まる場の大切さというところが あのー、皆さんですね、あの参加者の方が口口に言われるっていうのがすごく私自身も驚きましたね。ありがとうございます。なんかこう、女性が集まる場とか言って、こう会議室に集めて、じゃあ話せって言っても無理じゃないですか。そうなんですよね。<laughs> <う>あ,あのはい、鎌倉さんも一緒にね、いたカンボジアでもそうでしたよね。そう、なんか。 場作りっていうんですかね、うん、自然な感じでワイ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 やっぱり、ね、そこで皆さんね顔は生き生きしてるんですよね、うん、あ、こういう場って重要だなっていうのを感じました、うん、ありがとうございますいやけいさんの、ね、ジムネットさんのプロジェクトの場所にも行かれたということですけど久しぶりなんですかねあの今の報告聞いていかがですか はい、あの、何度か訪れたことのあるキャンプの様子も見れて、久々に戻りたいなというふうにも感じました。また、あの、お話の中でもありましたけれども、例えば、こう、男性が無気力だったり、まあ、あと女性がやっと集まれる場があって、生き生きとしたりという話を聞くと、やっぱり皆さん、こう、難民という属性で語られがちですけれども、それ以前にどのような人間なのかとか、あと社会の中でその一部として自尊心が保てる場があるかどうかということが非常に、この支援の中では大切なんだなと。で、それは、あの、本当国とか地域とか問わずどこであっても同じなんだなという。 とことを感じました、ね。はい、ケイ、うん、さんありがとうございます。で、ここからですね、いよいよちょっと長谷部さんを深掘りしていきたいなと、<laughs> はい、思っております。で、あの長谷部さんあのそれこそ私の前職のシャンティ国際ボランティア会であのご一緒させていただいてでその後また違う NGO に行って今回またあのジムネットさんに行ってということでこの長谷部さんがですねやはりこの NGO、NPO 業界にそもそもこう興味を持たれたその経緯とか。 そういううういいいのをお話しいただけまますすでしょうかあ,、はい、ありがとうございますああの質問をねいただいていろいろ考えてみたんですけども、えー、ちょうど私が大学生だったのが、えー、1991年から95年だったんですね。でその頃はですね、えー、イランからですね多くの出稼ぎ労働者が来ていたりあと東南アジアからも来ていましたよね。 あとと日系の、えー、方も、えー、南米からら多くいいっししゃるという時期でしたでたまたま大学の恩師に誘われていた、えー、ボランティア教室というのがあったんですけどもあ何のボランティアかというと日本語なんですよねそこで、えー、と日本語のボランティアの教室を1回訪れただけだったんですけどもあこんなに多くの人たちが日本の、えー、社会を支えているんだっていうのが驚きました。 そういったところで何かしたいというよりは何かこの人たちの生活を知りたいというのがきっかけだったんですね。 で、日本語教室には毎週1回かな、東京の枝子枠にある教室のボランティアをしたり、そのうち今で言う NPO っていうんですかね、法律相談の NPO の法律相談員ということを2年大学2年生から4年生までしました。そこで知り合った方たちから、本当はね、日本で、ね、出稼ぎなんてしたくなかったのに、まあ、国によっては本当に内戦であったり、貧困であったり、 でで結構皆さんん、ね、高学歴なんですよね大学出てる方がほとんどでしたしそういった中で30半ばのイランの人が涙ながらに「僕本当はお母さんに会いたいんだ自分の地,地域で暮らしたいんだ」って言った時にあ逆に世界ってどうなってるんだろうこういった人たちとなんか地域づくりをしたいなと思ったのが大学34年生だったかなと思います。 ありがとうございます、えー、やっぱりですね、それから長谷部さん、シャンティに入って、はい、最初また留学されて、シャンティに入って、その後、はい、JBC。はい、日本国際ボランティアセンターで15人いたんですかね。 ね、アフガニスタン担当と,あと、まあ、あと組織全体見る立場で,、はいはい、でその後今、ジムネットさんにいられおられて、本当にう長いキャリアで,、はい、で、私、長谷部さんと産地時代一緒ですけど、本当現場主義なんですよね。人を見るというか、なんか会議室にいる人ではなくて、うん、本当にそのまざなしでこう、ね、あの現場にいる方だなというのが、同僚として思ってました。でその中で、ちょっと1つ選ぶのは難しいと思うんですけども。はい さんがこう印象に残っているエピソードとかですねあのそういうのあれば教えていただけると嬉しいですあそうですね、えー、前職の日本国際ボランティアセンターで、まあ、アフガニスタンにすごく通ってたんですけどもその時に、えーえー、SVA 時代ですので鎌倉さんも知っているシャンティのですねアフガン人スタッフと現場で会ったんですね結構ご飯よく食べてたんですけど <laughs> 彼が言ってたのは またね、国際社会、いろんな世界が僕たちのことを忘れるのかなって、すごくポロっていうふうに言ってたんですよね。うん、ああ、そこなのかなっていうふうにすごく思いました。なんか支援してくれる、もらえるというよりも、なんか覚えててくれるかどうかっていうのがもっと大切なのかなっていうところを感じたんですね。なぜまた最近思うかっていうと、イラクの小児がんの子どもたちも、 あの私たちのこと忘れないでねっていうふうに言,って言うんですよ。で実はあのバスナの子供さんとかあのメッセンジャーで友達になってたりとかアルビルの子供さんとねなったりしてるんですよね。あそういうつながりっていうのがなんかすごく大切なのかなっていうふうに思っています。 ありがとうございますいやも,うもしかしたら今のエピソードに、ね、あの次、私が聞きたいあの質問の答えがあるような気もするんですけどもあ、はい、まあ大学時代にまあ世界の問題にちょっとあの気,気づいてそしてまあキャリアをこう積んできた中で,です、ねうん、長谷部さんがどの団体に行ってもあとどこの国に行ってもこれだけは絶対譲れない大切にしている視点ですとかそういうのってもしあれば教えてくださいあはい。 そうですねすごく難しい質問なんですけども何を大切にしてきたのかなっていうとあなんか支援する側される側っていうんじゃなくて一人一人の人間としてどういうふうに付き合っていくかなっていうのをもしかしたら大切にしてたのかなと思うんですよねやっぱり肩書きとかそういうんじゃないんだよっていうところでやっぱり自分の心も晒しながらやっていくまあもちろんね 必要な支援が全部ね、できるわけじゃないんですけども、なんかそういった、なんて言うんでしょう、人間関係を大切にしてきたのかなって思います。ですので、実は、えー、シャンティ時代の,あのカンボジアの方とも、実はつい最近あの、サミーさんなんですけど、日本でお会いしたりとかね、学校建設の方とお会いしたりとか、で、実、あの、JVC の時のアフガンの方とも、今、 あの繋がってますそこで知り合った NPO の方ともね、実はまあアフガンの国内にいたり、ヨーロッパに逃げたり、日本に来てる方と、実は今もね、つながったりしてるんですよね。なんかそういったような関係っていうんですかね、それがなんか私自身が学ばせていただいているとともに大切にしていることかもしれません。はい、ありがとうございますでこ,この、あのー 番組をです、ね、見ているにあの方の中には、やっぱりこう今後、NPO、NGO、特にこの国際協力の分野でキャリアを積みたい方というのはあのたくさんいらっしゃいます。長谷部さんからそのキャリアを積みたい方に対してです、ね、何かアドバイスとかそういうのがあればお願いできますでしょうか。はい。ありがとうございます。私もそうですね、深く考えていなかったのかな、まあ、そういったところで、まあ、NGO をずっと活動してきているんですけども、 あ,のあえて言うんであれば、なんか国際協力って何歳からでも始められるのかなって思うんです。逆になんかキャリア志向の方の方がちょっと大変になっちゃったり、自分が苦しくなっちゃったりするのかなって思ったりもします。そういったところで、あえてですね、NGO、NPO に働かなくても、なんていうのかな、まあ、その普通の会社に勤めていたり、公務員でも自営業でも、自分の関心ある出来事、 まあ、日本国内でもいいですし海外でもいいですしそういったことを自分の言葉で周りの人としゃべったりするのが大切かなと思ったりします。私自身あのアフガニスタンイラクという対テロ戦争の現場で活動をしてきました、まあ、そういったところで,です、ね、安保法制をあの時結構反対のデモに行ったりいろんなしゃべったりしてたんですね。 で本当に地元のアフガンやイラクの方も大変だったし米兵で本当心を病んでしまった方にも私お会いしてます。そういった中でやっぱりアメリカについてっていいのかなっていうのが私の中にありました。やっぱりそそうういう話をを大学の同級生にするととんなことを なんかお茶の湯話でも友達や職場の人とできないっていうことを言うんですね。そうじゃなくて、やっぱり自分がおかしい。でもこれが大切だと思うことがあれば、言っていくことっていうのが、あのすごく大切なのかなっていうふうに思っています。 瀬部さんありがとうございますであの。長谷部さんの話を伺いながら、すごい K さんがですね、もうぶんぶんとこうなずきながらあの聞いてもらって、はい、で、特にあのねあの、僕たち忘れられちゃうのかななんていうコメントのところ、特にあのすごいこう、真剣に聞かれてた、で、うん、K さんまさにあのメディアの方というか、の中でですね、うんあの、感じられたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、一言ちょっといただけますかはい、ありがとうございます。いや、まさに本当に僕も現地で本当、もうたびたびずっとあの耳にするのがその忘れられる。 じゃないいのかっっていうことであったり社会のこう無関心に一番傷ついてるんだっていう言葉なんですけれどもまさにあのそれと対照的だったのが長谷部さんが大切にしている軸のお話の中で、まあ、世界各地の人とのつながりが自分の活動の軸になっているんだってお話を伺って僕も本当にそうだなって思ったんですよね。本当ににここのの時代に世界の様々な人とととがっているといるうことで 僕自身のこう世界を見るそのアティチュード姿勢みたいなものも本当にたくさん広げていただいているなと。また共感をするためのあの想像力の源泉にもなっているなということを感じました。ということで非常に赤べこのように首を振ってしまいましたが、ありがとうございます。 ありがとうございます,いますで長谷部さんの,あのお話を聞いて、ですねちょっとあのやっぱりジムネットに関わりたいなとか、ジムネット何かお手伝いできないかなという思いを持った方、たくさんいらっしゃると思います長谷部さん、どのようにですねこう活動に参加できるのか教えていただけると嬉しいです。 はいジムネットはですねいろいろな皆さんへの関わりというのを提供させていただいています。まず一つ目なんですが、チョコボキン、こちらです2006年から毎年行っている冬限定のキャンペーンなんですが、今年で19回目を迎えることができました。こちら、の4つの缶を1セットというふうな形でですね、 こちらイラクの、ね、イラクやシリアの子どもたちが作っているあの絵を、ね、管理したんですね。まあ、こちらも同じものなんですけども、はいえー、中には六家庭さんのチョコレートが入っています。まあ、こちらをえご寄付という形でえお願いしています。またね、あのなんか可わいいんで、いろいろなんかあの文具入れとかに使ってくれるんですよね、食べたと。 であとですね、ちょっと、はいえー、すみません。はい、またあのコーヒー4ピースというところで、えー、2つの、えー、ドリップコーヒーのパックが入っていて、こちらはカルディーコーヒーファームさんからご協力いただいて、えー、子どもたちの絵をパッケージにしてですね、えー、売っています。これ、カルディさんのお店では買えないんですね。ジムネット限定というふうになっています。はいまあ、こういったですねあの さっき絵を描いてくれたこの話もありましたけども、本当にあの、えー、シャムちゃんと言ってですね、はい、この子も絵を描いてくれた一人なんですけども、シリアから来てるお子さんなんですが、本当にやっぱりつながってることが嬉しいんだよねってお父さん、シャムちゃん言ってるんですよね。はい、あとですね、3月の14日から18日までですね、ジャストピース、えー、ジムネット設立20周年記念というところで、トークイベントやギャラリー。 え子供たちの書いた絵ですとか写真を展示していますまたあの、えー、先ほどのダラシャクランキャンプのですね女性たちのあのクラフト製品もですねはいあのいう形で考えていますでまたあの、えー、高野さんというですねイラクスイコテンを書かれたノンフィクション作家の方もこの期間中ですね対談をしてくれる予定となっていますいろんなあの イベントがあのありますのであの詳しくはウェブの方であの載せてきますのでぜひご覧くださいで最後になりますが、えー、また本当にあのジムネットのですね、えー、サポーターというところで子どもたちの絵を用いたバースでかあのカードですとか、えー、年4回の解放紙を、えー、お送りさせていただくサポーター でまた、あのーき、ご寄付という形も受け付けています。でジムネットは本当にあの民間の資金をすごく大切にしてやっています。まあ、そういったところで皆さんに威楽、えー、のことを忘れないでほしい、やっぱりそういったところをも、あのー、伝えていければというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします長谷、えー、部さん、ありがとうございます。でも本当、ジムネットさんのチョコとかコーヒーとか、なんか自分でも楽しめますし、結構プレゼントするとめちゃくちゃ喜ばれるんですよ。 <で>ありがとうございます、はい、なのでぜひですねあの自分の分とどなたかの分を買ってちょっとこうジムネットさんの活動の話をしながらちょっとお茶を飲んでいただくコーヒーか飲んでいただけるとすごい嬉しいなと思います。でジムネットさんのウェブページ今ご紹介いただきましたけどもあのこの番組のですね YouTube の概要欄にもあの記載しておりますのでぜひチェックをしていただけるとうてしいです。 都道法人ジムネット日本イラク医療支援ネットワーク海外事業担当長谷部高俊さんをゲストにお話を伺いましたけさんいかがでしたかいやもう本当に僕もあのチョコレートもコーヒーも非常にあの何度も何度もです仕事のお供にしているものですのでぜひ皆さんもそうした身近なところから支援に携わるという道もあるんだということを考えていただけたら嬉しいですありがとうございましたはいありがとうございましたはい改めまして長谷部さん今日はありがとうございました どうもありがとうございましたありがとうございましたそれではまた次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょうありがとうございましたさようならありがとうございますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします